寸計大好き。イエーイ。って、今回もいきなり何言ってんだお前は。いやさ、寸計という言葉を知ってる人って結構多いよなーって思って。バキでもやってたしな。けれどさ、大抵の人は寸計のことをごく短い距離から打ち込むショートパンチだと思ってるみたいなんだよ。違うのか？違う、というよりも正確ではないと言った方がいいだろうね。なぜなら寸計というのは四手字のごとく、ちょっとの距離で計を作用させるという意味に過ぎないからだよ。寸計という語につきの意味なんてどこにもないだろ。言われてみればそうだな。なんで寸計がつき技であるかのように誤解されたのか。私はこれはブルースリーのワンインチパンチの影響ではないかと思っている。ワンインチパンチは有名だな。まあ知っての通り、ブルースリーはこのワンインチパンチのデモンストレーションをあちこちの空手大会やテレビで披露してワンインチパンチを広めたわけだけど、これは私の考えなんだけど、おそらくブルースリーはこのワンインチパンチを寸計という概念を説明するために行ったんだと思う。一体どういうことだ。つまり、寸計というものをごく短い距離で計を作用させるものなんて口で説明したってわかりにくいだろ。確かにわかりにくいな。だからさ、寸計とはこういうものだと一例を披露するつもりで、ブルースリーがやったのがワンインチパンチだったんだと思うんだよ。あくまでブルースリー本人としては一例を示すつもりだったと。そしたらさ、あのワンインチパンチは当時としては衝撃的だったんだろうね。まるであのパンチこそが寸計であるかのように一人歩きしだしてしまった。だから今度は逆に、寸計とはショートパンチのことであるという誤解が広まってしまったんだと思うんだ。ブルースリー本人からすれば思いもしなかった広まり方をしてしまったわけだな。ただまあ、きちんと中国武術を学んでいる人で、寸計がショートパンチだとか思っている人はまずいないと思うけどね。それこそやってる人にとっては、常識、の話なわけだからね。逆に言ってしまえば、そんなことも知らなかったら潜りだということか。まあね、現在はそうそういないと思うけど、一昔前は本当に武術に関する詐欺事件があったみたいだからね。まあ武術に限らず、お金を出すときはこちらも基本的な知識を身につけておかないと危ないよな。それが本当の、護身術、というものだからね。そうそう、言いそびれていたんだけど、計、というのは結局のところなんなんだ。まあ字の意味としては、強い力、ということなんだけど、武術の場合は精錬された力のことを、計、と言い、力任せな力のことを、力、あるいは、摂力、と呼んでいるよ。精錬された力。要するにここでは、力みが取れた時に出てくる力だと思ってくれればいい。野球でナイスバッティングをした時の力、ゴルフでナイスショットをした時の力だと思ってくれればいいよ。なるほど、力みが取れた時の方が確かに強い力が出せるもんな。さらに言ってしまうと、流派によって形を出すための体の使い方が異なるんだよね。どういうことだ。例えば月で考えてみると、英春拳という流派の場合は、立身中正と呼ばれる体軸をまっすぐ保った姿勢から、あまり大きな動きをせずコンパクトに突きを繰り出していく。それに対して飛花拳という流派の場合、立身中正にこだわらず、限界まで体を大きく使い、可能な限り遠くを打つような突きを繰り出していく。この二つの流派は突きの打ち方が全く正反対なんだよ。へえ、そんなことがあるなんてな。つまりだ、ある流派にとって正しい動作が、またある流派にとっては間違いだったり、その逆に、ある流派にとって間違いな動作が、またある流派にとっては正しかったりするんだ。なんともまあややこしい話だな。だから飛花拳をやっている人にとっては、英春拳の突き方なんて間違いだらけなわけだし、その逆もまた言えるわけだよ。よくさ、武術をやってる人で一人で何流派も身につけているとかいう人がいるけど、今言ったことが理由で、武術の兵習には食い合わせの悪さ、というものが付きまとうんだよ。兵習することがプラスになることもあれば、反対にマイナスになることもある。例えば、飛花拳と八極拳を一緒に習ったり、太極拳と形意拳と八化粧を一緒に習ったりとか、これらは、長所が短所を補える、プラスになる兵習の組み合わせだ。それに対して、もし飛花拳と英春拳を一緒に習ったりしたら、これはもはや食い合わせ最悪、食中毒間違いなしだね。
保健所に閉鎖されるレベルだな。以上のように、武術の場合、単純にいろいろやれば、それで相乗効果的に強くなるというわけではない。武術は単純な足し算ではないんだよ。じゃあもし、英春剣と歯科剣を一緒にやってますなんてやつがいたら、そいつはインチキ臭いやつだと疑ってかかった方がいいね。さて話が少し逸れてしまったけど、ここからは例によってウプ主が実演する。ちなみにウプ主がやっているのは、歯科剣、という流派だよ。体を思いっきり大きく使う流派だな。まずはみんなが大好きな、寸形の突きをやってみるよ。まずは両手をブラブラ波打たせて、この要領でミットに打ち込む。これってもしかして伝説のウェーブか。あれは肩甲骨しか使わないみたいだからね。ウプ主の場合は、足元を見てほしいんだけど、踏み込みで体がスライドしているだろ。しているな。つまりウプ主の場合は足で地面を蹴っ飛ばすことによる体重移動で威力を出しているわけだ。言ってみれば腕を波打たせるなんてのは単なるおまけに過ぎない。腕なんて飾りですよ、偉い人にはそれがわからんのです。同じ要領で平手打ちなんかもできる。人打ちなんかもできる。相打ちもできる。つまり突きだけでなくいろんな打撃が寸形になるわけだな。そういうことだね。あ、一応あらかじめ言っておくけど、どんな大名人だろうがウプ主みたいにノー編集、ノーカメラワークでやれば大差ないからね。達人はカメラワークで作られるからな。打撃以外でも寸形はできるよ。例えばこうやって大きく関節技をかけていたとして、小さく関節技をかければこれも寸形だ。投げ技だってそう。こうして大きく投げに入っていたのが、こうして小さく投げに入ればこれも寸形だ。蹴りだってそう。こうして外から大きく回して蹴っていた蹴りを、内側から最短距離をすり上げるように蹴れば、これも寸形だ。つまり打撃だろうが投げだろうが関節だろうが、すべて寸形になるわけだな。そういうことだね。それと最後に、今回資料をいろいろと調べていたら、0インチパンチ頼む寸形だの言って、拳を相手に完全に密着させた状態から打撃を打つ、なんてことをやってる動画が出てきたりしたけど、拳を完全に密着させた状態から打撃を打つなんて人間にはほぼ不可能だからね。布団をぶち抜く流派ならばあるいは、もう何度も言っていることだけど、打撃というのは運動量を相手に伝えるという行為だからね。運動量というのは質量×速度で定義される。つまりだ、例えば拳で板を殴ると考えてみよう。拳と板の間にわずかでも隙間があれば、そのわずかな隙間のうちで十分な速度を得られれば、高い運動量を板に伝えることができる。つまりわずかな距離で強い打撃力を発揮するという寸形が可能になるわけだよ。しかしだ、完全に密着した状態からでは、剣と板は基本的には一緒になって運動してしまう。つまり拳の運動量を板に伝えるということができなくなってしまうわけだ。だから0インチパンチなんてのはただ単に押してるだけ、プッシュに過ぎないんだよ。ああ、また敵を作りそうなこと言っちまったな。というか、いい加減武術系デモンストレーターたちは、
リアクション芸人を殴るのはやめて、測定器でも殴って数値化しろと、私は言いたい。かつて松田雄一先生は寸計による突き技を測定器に放って数値化したことがあるからね。そのゼロインチパンチとやらを測定器に放ったら、どんな結果が出るのか見てみたくはあるな。ちなみにウプ主がやったように、拳を密着させた状態からでも、ほんの一瞬、ちょっと離してから打ち込めば、十分寸計は可能だよ。さて、じゃあ今回の話はこんなところかな。またいろいろと物議を呼ぶぞ。物議を呼ぶのも技術のうち？アドレナリンを上げていけー。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。